今自宅の方に戻ってきました。ここが我が家です。ここにまあ昔の本当にあの広告を CM 撮ったやつとか、まあ、大学の頃の本当に柔道のやつとか、まあこれまあ試合勝った時の、ちなみに俺モデルやってたんですよね。皆さん知らないかな、ビターっていう雑誌のモデル、ずっと表紙を何年間かやらせてもらってました。今もうなくなっちゃったかな。あのモデルもできるんです。まあ早速そうですね、あのおかんが今もう作り始めてるので、ちょっと何をどういう風にしてるのかちょっと見に来たいと思います。何やってるんですか？今わかめスープ作ってます。ああ作ろうかなというのを思ってるんですけど、まあ、あの生わかめ買ったら分かると思うんですけど、すごい塩にまぶしてあるんですね。それをまず塩で、あ、違う、水で、なんでやん。水でその塩を全部洗い飛ばして、今やってよね。そうですね。だから全部取らなあかんのかな、塩は。それもちろんよ。ああ、もちろん。ついてる塩はもう全部落とすようなイメージで、しっかり水で洗ってあげてほしいということです。取れたか？会えないか？取れてます。取れてます。それをどれぐらいに切るの？適当ですね。ちなみにね、うちのおかんのわかめスープがね、本当にうまくて、まあなんかよく韓国料理屋さんで最後に焼肉の後にわかめスープとか卵スープとか頼むと思うんですけど、そのわかめスープちょっと苦さ違くて、本当にニンニクたっぷりでですね、牛肉も入ってて豆腐入ってて、もうスタミナ満点のすっごい美味しいので、ニンニクどれぐらい？大きさが大きかったら1個でいいけど、これ小さいから2個ぐらい入れようかなと思ってるんですよね。ニンニクを入れる。ニンニクちょっと黄色ないかこれ。いやもうあの、うん、生を凍らさしてるから使うときにちょっと、うん、黄色なんで。スライスか。そうやね。スライスするの。そうそう、みじん切りか。この吸って。スライスちゃうよ。スライスちゃうやん。ちゃうやん。スライスちゃう。あのこれそれそれやけど、これ本当はこれでするよりずっとするやん。スライスちゃうやん。この豆腐も絹使う人もあの、うん、おるし。お母さん何？これ絹にしました。お母さん絹木綿じゃなくて絹にした理由は何？ちょっと柔らかいし、すぐ今時間がないからすぐ食べやなが、うん、本当は硬い方が硬い方がいい。崩れれへんし、そうこれはもう最後に、うん、それこそ。一番最後にね、入れた方がいいなんて、柔らかいからね、うん、で、これを沸騰したら、沸騰したらまずわかめかな、わかめを入れて、結構は後で入れて、結構は後で、うん、そのまま、あー、なるほどね。で、そこからちょっと出汁、まあ出汁を取る時間なかったらちょっと本出汁を入れるらしくね。だし醤油を多分今もう目分量なので何も言ってくれわかんないですよ。もう適当で自分の目分量だよね、うん、今の大体どれぐらい、これ一杯ぐらいかな、無視です。そうですね、味が分量が分量もうちょ、え、今のえどれぐらいちょっともうちょっとかな、もうちょっとそのもうちょっと大体これ一杯ぐらいか。うん、一杯ぐらいですね。一杯ぐらいやね、この半分、あの二分の一か。大体ね。大体ね。もうすいません。大体です。もうごめんなさい。大体。醤油大体。醤油大体。それみりんはどれぐらい？これもまあスプーン一杯ぐらいやね。これやったら。そうやね。おかんの味は俺が一番知ってるんで、いつもの味かどうかちょっと、まあ、ああちょっと薄いかも、薄い、うん、薄い、薄い、うん、佐藤ちゃんか、まあ、こんなもんかなと思うけど、あと
この豆腐をまだ入れると、うん、それ入れたらまた薄くなるやん。薄くなるんですよね。だからどれで敬語やん。だから薄くなるから、これもちょっとまだえ薄くなったやつ薄いに決まってるやんけ。薄くなったって言ってそうやん、豆腐入れたら薄いって言って薄いに決まってるやんけ。薄いって言ってね薄い格好がない。もうちょっと薄いよ。薄くないとこのままいや、ちょっとだけ薄いっていうか、スイカでちょっと本出しをちょっとパラパラと食べるときにぬくめるから結局辛くなるんですよね。初めはだから薄味やったらなくても効くんで、そこから調整して、あ、少ないなと思って、またちょっと醤油パラパラとまた落として、とりあえずわかめスープ一旦できました。これでできました。次は、次はこれはもやし、もやし、大根、大根、ほうれん草、蒸し豚がうまいんよ。前足な、前足、豚の前足の肩のとこです。肩ロースって言ったっけ。肩ロース、そうそう、のところが、その皮付きの、なんで皮付きが美味しい。やっぱコレガン、コラーゲンが入りました。コレガン入りました。コラーゲンですか。コラーゲンが入るから前足が高いんですよ。前足が高い、後ろ足と前足とまだ値段が違う。あ、そうなの。そう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 、大根を切って、大根、これをナムル、ナムルするんで、ちょっとこの点点点点今あるじゃないですか、こういうの点点点の、これがなるべくまっすぐまっすぐ点点点点あったやつの方が大根は甘いんですよ。こうやって切って、これ千切り、千切り、これ千切りにちょっとしたいんです。沸騰したところにもやしをドバッと入れて、塩をちょっと一つまみぐらいですね、うん、こう、これも塩でこうやってすると、いやもう結構、そう、結構揉むの。いや、これは塩もみ、うん、塩もみ、これを塩もみ、塩もみでこうして、塩い入れるとふにゃーとなるんですよね。これを置いといて、置いとく、置いとく、うん、塩もみしたら置いとく、置いとく。そう、次、もやし、もやし、あ、ニンニク取りに行かなか。いやいや、ニンニク多いな。いや、いつもニンニクが大体家も結構使うことつくんで、そんなに、だからもうニンニク普通の家庭にはこれないと思う。うん、だからニンニクは一年中、ニンニクは絶対欠かせないので、うちでは。ニンニクをこれもすります。この油ちょっと落としてちょっと入れて、うん、はい、塩です。塩とごま油とニンニクと、そうそうそう、これもネギちょっと凍らさせたやつ、こうちょっと、うん、うん、あっさりやね、結構、うん、だから、これで、さっき漬けてた大根を水洗いすんの、うん、水洗いね、塩で漬けてた、はい、先がバリバリになったけど、ふにゃーとなるでしょ、こうやってね、握ってもこう丸くなるぐらいの、柔らかくなった、柔らかく、そう、これを水くーっと絞って、くーっと絞って、水絞って、つき方さっきのやつ、このニンニクと、ニンニクと、これがとんがらしちょっと入るんですよね。とんがらしです、とんがらし、唐辛子ですか、とんがらし、じゃあ唐辛子、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 何の唐辛子なの？これは韓国から、これも、うんうん、どれぐらいの大さじ？これも芋が一杯ぐらい。これ畑でしたやつ、ね、うん、うん。ちょっとこれも見ながら。はじめはもう薄味ぐらいにした方がいいな、うん、いいと思う。揉む、揉む、揉む、揉むのね。これは揉む。
ごまを入れて、それでネギもやな。ごま、うん。ネギちょっと。いや、ネギは後からちょっと入れ、これしてから、まーっと、最後もう一回、感じで。ごま油ちょっと。ちょっと入れます。ちょっとだけ。焼肉屋さんでこういうの出てくるでしょ、うん、あ、美味しい。あ、うん、美味しい。あと、これを湯がいて、あと、鍋みたいにこのほうれん草も、もうほうれん草はさっとでいいから、もうそれこそ、こんなんで、塩でごま油だけ。塩とごま油。で、これで終わり。これも簡単も、それこそ、終わり。ほうれん草のナムル、完成です。豚キムチですね。まあ俗に言うね、うん。豚のバラ、それロースか。ロースか。ロースか。ロースやなそれ。横手に。このキムチはうまそうやな。でも美味しいで、このキムチは。このキムチうまそう。ニラをドバッと。ドバッと。うん。ニャーとなるからまだニラもね、うん、もうこういうよりはもう優しくじゃなくて粗っぽくこうやってね、粗っぽくってね、これ豚肉切って、豚キムチ完成です。うまそう。ケンニをはい、おー、オッケーオッケー、オッケー、はい、はい、よし、はい、皆さんこれ見てください、これ、あったりプルンプルンプルンです。コラーゲン、あんまり太く切らず、この薄めに薄く切った方が、うん、箸で2、3枚挟んで食べるぐらいの薄さの方が美味しいんですよ。さあ、おっさん、オッケー、すげーすげーすげー。一番初めに言ったように、ちょっとおかんの飯が食いたくて東京からちょっと新幹線乗って帰ってきました。わかめスープ、あと本当韓国料理ですね。ちょっと無理やりちょっと急いで作ってもらったんですけれども、いただきます。いただきます。負けすみだ。スープからちょっとわかめスープ、さっきだけど作った時やっぱりちょっと薄かったんですけど、やっぱりこう時間が経ってこうなんかスープ的にあっさりしてるんですけど、しっかりコクもあってですね、あったまります。やっぱりニンニクがないのとあるのでは全然違うけど、やっぱりニンニクあるから余計体があったまりますよね。いやー、やっぱうまいな。ニラとキムチと、キムチがうまいわ。キムチがうまかった、うん、これ。うん、あっさりだね。まあ美味しいわ、うん、ナムルもニンニクしっかり入れてるんですけど、ニンニクの風味がすごいあって、まあ韓国料理は基本ニンニクは全部入ってるんで、そのニンニク入るか入らないか全然味が違うんですけど、このナムルもあのニンニクの味がしっかり効いてて、うん、はい、ほうれん草、あ、ほうれん草はちょっとみずみずしくてね、でも噛めも噛むほど水分がどん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 出てきて、あのこの濃い味をちょっと中和させてくれる、こんな役目でした。美味しいね、これ、これ、うんうん、美味しい。じゃあ最後に、まずちょっと肉だけちょっと食いたいな。豚肉のプルプルの肉を、これチョジャンって言って、これちょっとつけて、それからジャボって言って、いや、これからでやろう、ジャボって、からない、うまっ、うまっ、柔らかい、めちゃめちゃ柔らかい、うん、ロースって結構油が少ないはずなんですけど、しっかり皮のとこだから皮付きが良かったよね。皮がしっかりついて、その皮に油があって、その皮の油の甘みがその牛肉の油の甘みとちょっと違う甘みでですね、もっと甘く感じます。それにちょっとこのチョジャンをつけることで味が引き締まります。肉肉しいです。このシシャにですね、エゴマを乗せまして、
ちょっと贅沢に2つをこここうぶち込んでここに乗せるじゃないですか。こっからナムルたちをちょいちょいちょいで最後にここのキムチちょっと拝借しまして、これを包んで、うまい、うまい、めちゃめちゃうまい、うまいわ、おいしい、これは、このうまっ、ね、ここから村上夫婦です。最高やね、うまいわ、まあ、ね、ありがとうね、教官ね、わざわざ急に今日帰るっつってこれ作ってくれっつって作ってもらって、おかんのわかめスープもうまいんですけれども、もう一つめちゃくちゃうまいスープがあって、それはテールスープ。テールスープは本当は作ってほしかったんですけど、今日時間がなくて、あれを作るのに本当1日ぐらいかかる、かかるね、1日かかるな、かかるかかるな、それはちょっと無理だ、時間的にちょっと無理だったんで、あの今日わかめスープにしてもらったんですが、次回大阪帰った時にはおかん特製テールスープを皆さんにご紹介したいと思います。YouTube 見てる人たち誰か一人でもいいからちょっと招待して一緒に食べてもらいたいぐらい、本当にあのおかんのテールスープなおかんな、うん、食べてもらいたい、ちょっと本当にその企画もちょっと考えたいと思います。もう誰か抽選で、自分と一緒に実家に来ておかんと一緒に買い物も行ってで飯を食らうみたいな、まあ、ちょっとそんなも考えてみたいと思います。おかん今日はありがとうね、はい、うん、なんかこう一言なんかない？まあけど皆さんあのご視聴ありがとうございます。またいい機会にいいタイミングで皆さんに会えることを楽しみにしてます。それではアクチューブバイバイ、ありがとうございます、お願いします、おい。